カール・セラー・カール・ェラーは、オーストリアの作曲家である。カール・ェラーは、オーストリア中部のザンクト・ペーター・インデアーで、内海の父ヨハンと、母、マリアンナ・エリーザベトとの間の唯一の子として、誕生した。父ヨハンは、彼が1歳の誕生日を迎える前に死去し、残された母は、エルネスト・フリーディンガーという人物と再婚した。ェーラー自身は1875年に、 アンナ・マリアと結婚している。少年時代のチェラーは、ボーイ・ソプラノの美声に恵まれていたため、ウィーン少年合唱団で歌っていた。彼は、その後ウィーン大学に入学して、法律と作曲を学んだ。チェラーは、オーストリア帝国の文部省で管理として働きながら、歌曲や、オペレッタなどの作曲を続けた。彼の作品の中では、オペレッタ、小鳥売りなどがよく知られている。 彼の作品の台本のすべてを執筆したのは、モーリッツ・ベストで、しばしば、ルート・ビヒ・ヘルトと共同で執筆していた。セラーの管理としてのキャリアは、偽証などを含む法的な問題が起きてしまったために、終わり、1890年代半ばに彼は、投獄された。1895年に、氷上で転倒して負傷した後、晩年のセラーは、心身ともに病に苦しんだ。 セラーは、バーデンバイウィーンで肺炎により死去した。ありがとうございます。